ノーディスカ・コンパニーは、ヨーテボリとストックホルムに2店舗を持つスウェーデンのデパートである。ストックホルムの店舗には、毎年1200万人、ヨーテボリの店舗には、毎年300万人買い物客が訪れ、2つの店舗で合計約1200名の従業員が働いている。商標と2つの店舗の不動産はが所有しており、が支配している。 スウェーデンのアンナリンド外務大臣が2003年9月10日に NK のストックホルム店内で暗殺されている。NK はストックホルムで1902年にケームルンドベルとヨーゼフ・レアの2つの企業の合併により誕生した。この合併の責任者であったヨーゼフ・ザックスはパリやロンドンにある百貨店と同じ水準のサービスを提供できる店舗の設立を望んでいた。 1915年9月21日に百貨店専用に設計、建築されたビルがストックホルムのクングストラドガルデン公園と道を挟んだハムンガタンに建てられた。この建物はスウェーデンのアール・ヌーボー建築家のフェルディナンド・ボーベリが設計した。ボーベリはアメリカ合衆国の百貨店店舗の影響を受けており、内部構造には鉄骨構造と外壁表面には 加工岩を使用した。イーバルクルーガーの会社クルーガートールが実際の建築を受け負った。1939年頃に NK はストックホルムの古い電話線等に直径7メートルの円形ネオンサインを設置した。電話線は約30年来地下ケーブルに置き換えられており、電話線等は電話会社から商業利用のために貸し出されていた。 LM エリクソン社により制作されたネオンサインは片側が緑色の NK のロゴで反対側が赤色の時計になっていた。これは4トンの重量があり、毎分4回の割合で回転した。1952年に塔の下の建物が火災に愛好鉄製の塔はひどく損傷したが、ネオンサインは火災の影響を受けず1954年からは、 NK の建物の屋上に設置された地上から87メートルの高さにある特製の塔に取り付けられた。NK、ストックホルム 10NK の建物は1961から63年にかけて建築家のハンス・アスプルンドによりノルランド型の正面玄関が増築された。増築された敷地は以前は古いストックホルムの発電施設があったところで、 この施設は、もともとの NK の建物を設計したボーベリの最初の主要な作品として知られていた。1971から73年にかけて、スモーランド型の通りの一部が閉鎖されて、ビル街に改装された時に建築家の弁具とリンドルースの手で小規模な増築が行われた。ノーディスカ・コンパニーは20世紀の多くの人気のある、 デザイン日用品を製造するデザイン会社の名称としても有名である。2009年3月25日にスウェーデンの主要なデパートチェーンのオーレンスが関連省庁の許可が降りれば NK を買収すると公表した。買収価格は4億4000ありがとうございます。